未来を見据えてですね動くっていうのはまあとても大事なのではいおはようございますササメンタルクリニックの院長マステルスケです本日は精神科医の本音というかですねあのなんていうのかなまあ。 そういう話をしようかなと思います。だから、過去の歴史から現在の精神学の問題、そして未来はどうなるのかを僕なりに予測し、えー、それをですね、皆さんと共有しちゃおうと思います。で、あの、それに向けて何を動くべきかってことを僕らが考えているのか、えー、ってこともお話ししようかなと思います。 なんかね、なんでこの動画撮ろうかと思ったかというと、まあ、あの、ワンピースで、今、漫画のね、ジャンプのワンピース、ちょっとネタバレになっちゃうんであれですけど、まあ、あの、実はこんなことが起きてたんだってことが最近分かってきてるんですね、クライマックスになって。で、そのために、実は、そのね、昔の海賊の人たちはこういう準備をしてたんだよとか、こ、これが、 この未来が訪れるのが分かってたからこういう準備を今までしてたんだっていうのが今伏線回収をされているところでめちゃくちゃ盛り上がってるんですけどまああの未来を見据えてですね動くっていうのはまあとても大事なのであの僕も常に未来を考えながらですね何が臨床上大事なのかとか患者さんにとって必要なのかを考えているんですね うん、なんかね、そんなわけないだろうと思いそうですけど、いや結構そ、あの、僕そういうこと考えるの好きなんで、まあ考えてやってるんですけど、まあその話を皆さんと共有しようかなと思います。あの、あとね、あの、僕の運営メンバーとかでもね、あの一社、一回共有したいなと思ったので、一回ちょっと頭の整理も兼ねてこの話を取ります。はい。で、えっとですね、まあ、精神医学っていうのは昔どういうふうに捉えられていたのかっていうとですね、まあ、 昔っていうのは聖書の時代なんですね。だから日本人なんだけど僕らは、科学という意味では西洋から始まっているので、西洋の歴史からあの、紐解いていかなきゃいけない。だから西洋では科学が生まれる前は聖書の時代、キリスト教の時代ですよね。だから聖書に書かれているように我々は解釈してた。だから、精神疾患とは何かっていうと気が狂っているっていうことだから、悪魔がついたとかですね、魔女なんだとかいうふうに考えられていたようです。だからまあ、 聖書の中身と、正確に言うとね、ちょっと違うんですけどね、土着の宗教とかね、いろんなものが重なってたんですけど、まあ、えー、この心の病気、病気っていうふうに考える人は、まあ、ごく少数でしたね。ごくごくごく少数ということですね。で、いやいや、これって病気だよね。 だ、なぜなら心って脳で考えてるんでしょっていうふうに、人間の心に科学のメスが入るようになるんですね。それは、あの、結構最近なんですよ。あの、19世紀ぐらいからなんですよね。だから、ダーウィンの進化論が出てきたのも1856年とかですから、あの、生物学に科学のメスが入るわけです。だから、それまでは、聖書が正しい世界ですね。で、聖書が書いていること違うかもなってことが、だんだん、その、物理学とかでは認められてくる。 化学では認められてくるようになってきた。だけど、やはり聖書には神様が動物を作ったとか人間を作ったっていうので、そこのメスは結構後半なんですよ。だから生物学にメスが入るようになってきたのが1800年とか。えー、で、えー、人間の精神、人間の心もどうやら神様が作ったっていうよりは、脳みそが何かを満たしてるらしいぞって思うようになったのが、まあそこら辺、19世紀くらいからだと。心は脳なんだと。 で、脳だったら、それは悪魔とかじゃないよねとか、魔女とかじゃないよねとか、こ同じ人間だよねっていう話で人権の問題が精神学の結構中心だったんですよ。だから昔っていうのは、まあ、ご存知だと思いますけど、精神科の患者さんは偏見、差別されてたんですね。うん。人間じゃないと思われてた。変な話ね。それは最近までそうだったという感じですよね。だから、あの、心ある人はそんなの差別しちゃいけないよって言っても、それは本音とさせてもらみたいなところがずっと続いていて、 僕の前ね、クリニックで働いてきた心理師さんは、やっぱりキャリアの最初は人権活動から始まったんですってことを僕に教えてくれました。うん。えー、まあ実際そうだったんだろうなと思いますね。で、そこからですね、まあ、あの、同じ人間なんだよって言っても、結構キャッチーな病気ばかりが目立ってたんですね、摂食障害とか依存症とかね。 でえー、だけどやっぱり薬で治るんだよとかそういうこといや病気だからね治るんだよって形で90年代 SSRI ブームっていうのが、まあ、良くも悪くも製薬会社の陰謀とも言われてますけど、まあ、始まってでうつは誰でも治るなるんだよとそして誰でもなるし、えー、薬を飲むことによって誰でも治すことができるんだよってことが、まあ、90年代、えー、広がるとでその中で、まあ、誰でもそうだよねっていう形で過労死の問題が日本では取り上げられて働けばみんな死んじゃうよねと。 疲労が溜まったら死んじゃうよね、自殺しちゃうよね、過労死になっちゃうよねっていう形で、えー、オープンになってきてると。で、えー、ここら辺が僕のキャリアのスタートですよね。あの、医者になってからのキャリアのスタート、ここら辺からですけど。で、どうやら見ていくと、実は発達障害ってのは子供の病気じゃなくて大人にもあるよね、とか。だから、感じ方が違う人知的 あの、甘えとかじゃなくて、本当に考え方とか感じ方とか認知の仕方が、生物学的に違う人がどうやいるらしいぞっていうのが分かったのが、ここ、本当最近ですよね。10年ぐらいで。だから僕と両ハムさんの関係みたいに、いや、これはサボってるとか、ふざけてるんじゃなくて、本当に忘れちゃうんだよとか、本当に忘れ物しちゃうんだよとか。 本当にこだだわっっちゃうううんだよとか、ううかそいの分ててきてる。これがあの個性と捉えるのか個性というかものと捉えるのかそれとも部分的な知的障害と捉えるのかまあいろんな考え方ありますけれどもでもまあ精神学的にはねあのそういうある種の知的能力の欠如という形で考えますよねあの障害だという形で捉えてますけどそれが正しいかどうかはまた別としてまあ精神学的にはそうということですねこれができないからということです。 で、あとは、あの、最近だと HSP ですよね。感じやすい人がいる。不安になりやすい人がいるって形で、バーッと世の中に出て。 で、そういうことを見てると、やっぱ引きこもりの人たちってそういう人多いよね、回避的な人がいるよね、とか、避けやすい人がいるよね、みたいなことが分かってきたし、あとは境界性パーソナリティ障害とかっていう形で人間のことをすごく良く見えたり悪く見えたり、だから対人イメージがぐちゃぐちゃなんですよね。それは発達障害の人が持つその鈍感さとはまた別の感じですよね。自分で創作して記憶で、記憶の中にある人間とか、現実の目の前にいる人間がぐちゃぐちゃになっちゃう。 でトラウマの問題とかも出てくる。だからこっちはその、えー、鈍感で気づきにくいしこっちは不安が強くて怖いから見て,見てらんない自分の感情に支配されちゃって怖いから相手をちゃんと見れない確認できないそしてこっちは過去の記憶とか嫌な記憶と混ざり合って今の目の前の人間が え変わってしまう表現したように感じられてしまうということですけどまあこういう人たちがまあ結構出てきてるとあとは性の問題とか性加害性被害の問題とか宗教二世の問題とかも結構可視化されてきてるというのがまあ現代の精神学のトピックというかね分かってきてることです。でこれもその結局その心ここの時代はカテゴリーだったんですよね。 最初からそうですから、最初はね。で、こういう人がいる、こういう人がいる、こういう人もいるんだっていう博物学の時代が来て。だけど、やっぱり研究進めば進むほど、脳ってそんな単純じゃないし、カテゴリーそんな簡単にできるもんじゃないよね。むしろ合併症も多いし、 えー、純粋なカテゴリーでは分けられないものが多いよねって。だからどちらかというとパラメーター的に考えなきゃいけない要素もあるよねってことが分かってきてる。だけど、なかなかその、えー、いろんな制度的な問題とか薬をどう使うのかとか、研究的な概念とかから、そのパラメーターとして複雑なものを複雑に扱うことはできないので、カテゴリーな感じで今も診断とかね、薬の使い方を治療をやってますけども、まあそういうことが、えー、分かってきてるとか。 あと、チャット GPT の登場でもそうですけども、じゃあ、パラメーターなんだってことを考えたときに、人間の脳って複雑だしパラ、変数が多すぎて、人間の脳の認知はわかんないんですよ。捉えきれないんですよね。だから、とても複雑な長文の文章、あの、公式になっちゃうかもしれない。そうすると人間じゃ捉えられないので、少なくとも臨床じゃ捉えられないので、その短い時間の中でやんなきゃいけないですからね。だからやっぱり、 あの、モデルとして心を理解しなきゃいけないってことが分かってきたりとか、そうしないと臨床で扱えないからね、モデル、だからわ精神分析っていうのはエビデンスがないとか言ってましたけど、あの、フロイトの時点でもう言ってるんですよね。あの、我々が言ってる心とか無意識っていうのは、あくまで精神分析的な意味での無意識なんだよと。だからモデルというか、描写というか、 デフォルメって、デフォルメが効いてるんだよ、みたいなことですよね。だから、あの、写真のように絵を描いてるんじゃなくて、写真のようにね、女の子を描いてるんじゃなくてアニメ、アニメ調の感じで描いてるんだよね。 <laughs> だから写真通りの絵の女の子よりもあのアニメ系のね目の萌え系の絵の方がまあ我々はリアリティをリアリティというか好感を持って愛着を持つんですけどそれと同じような感じで心って目に見えないものだけど純粋にその描写しようと思ったらもっとチャット GPT とかそういうもの AI を使わないで表現できないものかもしれないですよねだけどそれでは捉えきれないからデフォルメの効いた心を作ってるということですねでそうなってくる とこととかだとあとと心ってていうのがも,うとても難解なんですよねそれはまあ精神分析の時点で分かってたことですけどだから最初の精神分析のここら辺の時にもう結構いろんな問題が分かってたんですけどまあ難解だからトレーニングしないとできないしトレーニングしたところでできる人とできない人がいるよと治療者もね患者さんも含めてだから難解だしセンスと才能が必要ってことが分かってきたということですよね、はい、治療者側にもね患者さん側にも。 だからそれをどうやってそういうものが必要なくやる,やるのか。だけどデフォルメが効いたものがんと、どうしたらいいのかってことを日々考えたりしてるというのが、まあ現代。つまりこういう現代らしさって何で分かったかっていうと、この SNS とか YouTube でオープンになってきてるからなんですよね。す、すごくオープンになってきてる。だから当事者発信の情報もすごくオープンに出てきちゃってるんで、このオープンになればなるほど、我々の なんか言ってる嘘がバレてきてるってことですよね。だからワンピースと一緒で世界政府が隠したものが隠せなくなってきてる。だから診察の中で5分診療がメインで診察で、えー、薬,をしか薬を出すだけの医者がいるよと。えそんな人いるの精神科医なのにって言ったけど、みんな思っては分かってなかったんだよね。でももうバレちゃったと。 じゃあなんで5分なのって、それは性格が悪いかな意一丸なのって言ったら、そうじゃなくて、いや、経営的に保険診療的に仕方がなかったんだよ、とかね。<laughs> あの、じゃあ優しく、あの先生長く話聞いてくれてるけど、あれは優しかったのとか、なんでってなったら、いや、エコひいきだったとかね。あの、もしくは病院の経営考えたかったとか <laughs>、そういうことが分かっちゃった、ということですよね。うん。えー、で、 とか、あとはカウンセリングのエビデンスですよね。だからカウンセリングのエビデンスがあるんだとか、いろいろ言ってますけど、こういうやり方をやればいいんだとか、我々はこの方法を開発しましたとか出てたんだけど、その、昔はね、僕が学生の時は本当に情報発信の手段が本当に偉い先生が出版社に認められて、その上で本を出してたんですよ。でブログとかもあったけれども、そういうのはやっぱりね、生の感じ,じゃなかったんだよね。で、あとはそのブログを書く人も本を読むのが好きな人たちが書いてたから、 じゃあ、その先生の技法っていうのは、本当に効くんだろうかとか、でも論文とかにもなってるしなとか、エビデンスがあるって書いてるぞじゃあすごいことなんだなとか、思ってたんだよね。だけど、これもバレちゃったと。エビデンスはあるけど、ない。だから、統計のマジックっていうものがあるよってことが分かっちゃったし、心理学実験のな何割かとか言うとね、再現性がなかったってことも、そういう科学雑誌に載ってるやつも再現性がなかったとかはもうバレちゃってきてると。 そして、えー、そういうことがバレてきちゃっててだけどじゃあなんでそれはあるって言ってるのっていうとそのポジショントークだったりとかね、えー、すると。でじゃあカウンセリング何何技法とかだけやっておけばいいのかっていうとそういうわけじゃなくて統合的にやんなきゃいけないんだけどもじゃあ統合的にやってるものが論文とかになりにくかったりとかするし本になりにくかったりするし業績になりにくいから大学で教えられないというね、うん、っていう問題が出てるとかね。 そうね。だから、何とか技法とかでやるんじゃなくて、力ある人とか性ある人は何とか技法とかやんないんだよね。あの、複合的にミックスでやるんだけど、それが、今までは本の世界では書かれてなかったのが、YouTube でオープンになってきてるとかね。あとは福祉制度ですよね。だから、結局、後でやりますけど、福祉制度も今まで隠してたのよね。隠してたから教えてくれる先生が取りやすいようにやってたけども、これもだんだんオープンになってきて、あ、病気でこんな取れるのじゃあ、傷病程度で取れるのとか、退職ってできるんだとか。 えー、そういうのが分かってオープンになってきているか、そういうことが起きていると。良くも悪くも起きていると。障害年金も取れる、取れるんだっていうことが分かってきているし、取りにくくなっているところも一部ある。年金自体がなくなっているからね。で、本来だったら生活保護を取るべき人たちがたくさんいる。で、高齢者の人も年金払えなかった人が高齢、生活保護になっている。えー、もらえなかった人がね、生活保護になっている。そして生活保護を取っている高齢者の方が、年金もらっている人よりも多い。なんだそれみたいなことが分かってきていると。 でもやっぱり必要だからとかいろいろなことが起きてるね。えー、あとはその民主主義ってみんな平等であり努力をすれば全ての人がね あの、夢が叶うとは言わないけど、まあ、努力の、努力ができた人が成功するのは当然でしょうと、いっぱいお金もらえるのは当然でしょうとだったんだけど、実は違うよねと、運だし、環境の問題だよね、環境、生まれ持った環境とかそういうのもいろいろあるよねと、というのがもうバレてきちゃってる。じゃあ、平等って何なのそもそも発達障害の人って結構違うのに、平等って何と。HSP の人とかと平等って何とか、トラウマがあったりとか、その境界的な人たちとの、 その幼い子の不運っていうのはどうして平等だと言えるのとかまあそういうのも出てきたりとかねあと資本主義が行き過ぎちゃって各家族とか共働きとか会社でやっていこうということなんだけどいやこれさどう考えても無理だよねとかそれさ個人の努力でさ夫婦の努力で勝手にや,やってくださいって言うけどこれさ普通無理系じゃねって形で独身の人が増えてるしそれって本当にいいのみたいなだからそれってあの 政府とか会社が男女平等でみんな働いて子育てもしっかりやろうよって,って言ってるけど、それ無理系だよね、そもそもみたいな感じのがバレてきちゃってるとかね。まあこういうのが、まあ SNS 時代になってオープンになってきてるっていうのがやっぱあるなと思,思いますね、僕は。 だから、こういうオープンになってきている中で、精神科の、まあ問題だけじゃなくて、いろんなことがオープンになっている。だから、昔、だから、精神科の患者さんは増えたんですかっていうと、オープンになったか見える、可視化が進んでるんだよね。だから、つまり LGBTQ の人たちっていうのは、最近出た増えてきたんですかっていうと、そんなことないじゃないですか。あの、可視化されるようになってきた。女性っていうものは無視されてきたわけですよね、長い歴史の間で。えー、男性だけしか社会に立てなかったけど。 表舞台にいなかったけども女性はいなかったような人間歴史の中では扱われてるしさも男性を支えるだけだったような感じがするけど実はそうじゃなかったとかね、えー、身分性もそうですよねなんか貴族の人とか王様しか歴史上出てこないんですけどいやそんなことないわけで,でこういうのも分かってきてるようにまあオープンに出てきてるということですよねはい で、じゃあ自分、結局何なのかっていうと、まあ精神学ってもうちょっと簡単に言うとですね、問題、社会的な問題、家庭の問題、家の問題、心の体の問題、いろんな問題があって、その問題の複合的な問題からストレスや疲労が溜まって、うつなどのいろんな症状、アルコールドのところも含めて症状が出ると。この流れなんですよね。ってことは、そもそもこの問題、 ここの症状については薬で緩和できるかもしれないし、ストレスが広がったら休めばいいのかもしれないよね。休職したりね。でも、そもそもこの問題を解決しなきゃいけないよねっていうことなんですよ。じゃあ、この解決っていうのが、何なんだってことの時に、カウンセリングの技法なんですかとかになって、カウンセリングでやっていけばいいのかっていうんだけども、結局、それは、なんかやっぱりその診察室の中での、 考え方とかを変えればいいっていうのは、その診察室とか論文上の中もので、本当はリアルじゃないんだよね。リアルなのは離婚するのかしないのかとか、夫の稼ぎはいくらぐらいだったら離婚せずに甘んじるのか、それとも夫の稼ぎないんだったら離婚した方が得なのか、なんかもう、これぐらいの病気だったら働けるのか、そうじゃなくて我慢し、があの、働けないからやっぱり生活保護なんとか取るのかとか、まあ、ここなんだよね、リアルなものは。 このリアルさがやっぱり僕らは必要だったしそれが昔の人たちに昔の偉い先生たちや心理のカウンセラーの人たちには教授とかねそういう人たちには分からんかったわけですよ分からんかったっていうか分かってたんですよ分かってたんだけどそれは業績にならないし本にならないからあとなんか受けなかったからリアルじゃなくん,んか書かれなかったんだよねでも今は その芸能ニュースもそうだけど、性の問題、宗教二世の問題、いろんな問題はオープンになってきている中で、やっぱりこの問題をきちっと解決していくことじゃないと、リアルじゃないよねと、精神科医じゃないよねと、心理師じゃないよねと、ソーシャルワーカーじゃないよねと、まあそういう時代になってきていると、これからますますなんじゃないかなと僕は思っているということですね。だから僕の YouTube ではいろんな問題を扱うし、 それは決してマスダだけが優秀だかとかセンスがあるかじゃなくて、まあ普通のお医者さんはみんなこれこれやってるんだよね。普通は一曲でそれぐらい喋ってることで僕の先輩も同級生もみんなこんなこと分かりきってね。<laughs> まあ別に僕みたいにあのがん無知に YouTube 上で喋らないだけであってみんなはできてるし分かってることなんだけど、あの、これがまあリアルになったってことですね。 はい。で、まあ僕的には、まあ5分の診療の限界っていうのは分かってたから、分かってるんで、まあ YouTube を使って病気の説明をしたりとか、いろんなことを解説して、無限時間が手に入ったので解説したりすると。で、カウンセリングのエビデンスについても、まあ今のようにね、オープンに本音で語ってる。だからそういう技法にとらわれずに、いろんな柔軟にいろんなことを考えていくロジックに、論理的かつ倫理的に話すことが大事なんだって言ってるわけですよね。これはみんな言ってますから、それ、だってパンダ先生だってね、あのバチコイの人だって、 バチコの2人だって、松崎先生だって、孤独館さんだって言ってるわけですよね、はい。もうオープンになってきちゃってるし、もうよりダイレクトにオープンになってきますよ。はい。あとは、まあ、ま、ああの、自助、こういうね、こういう会社と家の中で破綻してしまった地域社会や第三のコミュニティの欠如っていうものを、やっぱり患者会や自助会とかっていう形で復活させなきゃいけないなってことでやってるってことですね。だからカウンセリングは結局、まあ、 別に僕はカウンセリング好きなん好きだし大事だと思ってるんですけどもやはり保険診療でやれるかっていうとエビデンスの問題とかいろんなものがあってまあ首を縦に振ってくれないですねこれぐらいの。だから国民の税金をかけてみんなのお金を集めてそれをやるってことはあの。 あんまりその乗り気じゃないというかそれはまあ,あの僕はね別にカウンセラー嫌いじゃないわけですからね分かるんだけど、まあ、そういう判断を、えー、厚労省および日本政府がするともう、うんまあか一であるなという気がしますねそれは、うん、なかなかそのエビデンスって難しいしその簡単にそのカウンセラーっていうものが全ての人が実力あるわけでもないわけで。 あのすぐ育てられるもんでもないしねかなと思いますでもまあないよりはあった方がいいということでピアのカウンセリングピアカウンセリングのこととかコミュニティの復活は大事なんでまあ、やってるということですね僕は自助会家族会とかもいろいろ研究してますね。うん、あの、えー、再現性がないものなんでこういう自助会をあのコミュニティっていうのはまあ、論文とかにしにくいし。えー あの誰こういうこれあんまり民間企業とかだとやらないと思いますね民間企業とかだとこういう分野トラブルも多いしやらないと思いますねで大学とかそういうとこもやりにくいと思うんでまああの僕みたいな人間というかねあ,のある意味責任がないというかある意味一人でやれる個人でやれるところなんでまあチームメンバーだとやれる範囲でってことでやってるという感じでしょうかね。はいで じゃあ、まあ、どんどんオープンになっていく、そうして世の中の矛盾がどんどん現れてくるのが、これから起きるっていうか、あの、SNS、YouTube 時代だとは思いますが、その先はどういう時代なのかってことを踏まえるとですね、AI 時代になるんじゃないかと思ってるんですね。で、AI 時代っていうのはどういうものなんだろうっていうと、まあ、精神学の後、AI カウンセラーっていうのが出てきて、AI と、 こう会話していく中で自分の病気のことを分かったりとかここの整理の仕方を覚えたりとか問題を整理したりねここ今抱えている問題を整理したりとか、えー、その問題の解決方法を教えてもらったりとか問題が解決しない場合整理された上でどっちを決断するかをまでを整理しきってもらうとかそういうことがやってくれるのが AI カウンセラーかなと思います。 あとは AI 格差っていうのが出てくるでしょうね。AI 格差、AI 詐欺っていうのも出てくると思います。だから信じきっちゃうとスコーンと裏切られる、スコーンと騙す AI が出てくると思うんで、すべての AI を信じることはできないと思いますね。うん。えー、まあ、そういう AI を使いこなすとか AI リテラシーの問題が出てきて、やっぱりあのー、えー、両半さんとも喋ってますけど、すべての人は AI を使えないだろうというふうに言ってます。 うん、だからそこで AI を使いこなせなかった場合その知的な問題今も現代でさえ起きている知的障害の問題とか発達障害の問題の格差はですね、えー、さらに広がるんじゃないかなと思いますね。そ、うん、それが既存のその 知的障害精神発達自体や LD の概念で AI 格差がしょやるのか新たな病名ができるかわかんないですけども使いこなせない人たちと使いこなす人たちの間で格差が出ちゃうそれは it リテラシー上のの差が出ちゃうのかもしれないですね、うん、あとはあのコミュニティやメンターの重要性っていうのが、えー、問われるんじゃないかなだから AI ができないことですよね。人間は何ができるのかじゃあ人 AI がやってくれないことを人間がやるようになると思うんで一つはその心意気や信念をどう伝えるのかお金共とか SNS のいいのの数ではなくてそうじゃない人間の魅力とか人間が持ってる価値っていうことが問われるだから心意気いや僕心意気って言いますけどなんか信念とかそういうものの価値っていうのが 問われるだけどそれは数値化しにくいし目,目立たないし AI 時代になったかといっても評価されないのかもしれないけどもなんかお金とか SNS がの,のいいねの数が AI によって簡単に操作できるようになっちゃうんで、えー、ある程度の技術があればねそういう中でみんなリアリティを感じないんじゃないかなと思いますねだからそうじゃなくて人間ってそこじゃないお金とか SNS のいいねって人間っぽくないんだよねやっぱりまだ にもっと人間って何なんだろうとかって考えていくと違うだろうなと、まあ、うまく言えないですけど思ってますねここなんだろうなと思いますだからこういうコミュニティとかメンターの重要性それを研究していくとかどういうふうにコミュニティがいるのかメンターってどういうもんなのかを考えていくっていうのが次の 時代に向けた僕らの努力、僕らチームというか事情会、メンバー、みんな主張さんも含めてやるべきことなのかなと思ってますし、あとは AI カウンセラーっていうのは、じゃあ AI ってどういうふうに使えばいいんだろうとか、AI を使いこなすための問いをどういうふうに用意していくのかとか、学ぶべきこと、AI を使って学ぶべきこと、心を学ぶとはどういうことなのかを考えたりとか、 だから、無限に学ぶことってあるので、心について学ぼうと思ったら無限にあるんで、それは AI は無限に教えれるんですけど、そうじゃなくて、優先順位をどうつけるのか、ランキングをどうつけるのか、ですよね。で、ランキングっていうのは食べログランキングみたいな、この SNS 自体は、大勢の人がいいなと思うランキングを、が、 高かったけれども、AI 時代においては、大勢の人が良いと思うランキングとか番付よりも、誰々が大事だと思ったランキングとか番付の方が重視されるので、まあ、その、どういう問いをすべきなのか、どういうことを AI を使って学ぶべきかのランキングを作るのが、やっぱ専門家の仕事なのかなとか、思いますね。で、それらを考えると、先にワークブックとか手帳を作ってみる。 日々どういうふうに日記をつけるのか、どういうふうに今日、今日やるべきここの問いは何なのかとかを、えー、作っておく、手帳にしておくっていうことを、まあ、やっていくといいのかなと思ったりしてますね。それは今準備中という感じですね、えー。ということです。で、どういうことを学べばいいのかっていうことで、心のモデルってことで、 まあ、ここのあるホワイトボードにもあるようなものだしそのメソッド統合的なものをその論文とかそういう研究とかにはならない増田の妄想とも近いですよねモデルのな話なんででもそういうものを作ったということですねはい、えー、これはそのうち出ます <laughs> 今沢木さんたちが頑張って作ってるので、えー、それが完成したら、えー、販売を少しずつ始めると思いますねはい と、えー、ということですまあでも販売って言っても別にい,いつも喋ってって内容ですからねあのいつも喋ってることですけど。えー、ということですねうんちょっと長くなりましたけどだからあの何て言うんですかねいや結構僕も悩んでたんですよずっと悩んでて自分がどこに行くんだろうとかどういうふうにしたらいいんだろうというかよく分かんなかったんですけど あの去年ですね去年の「外録チャンネル」の時には実はあんまりよく分かってなくて見えてこなかったんですけど、まあ、だんだんなんかこう今自分がやるべきことというか手応えというのがちょっとつかめつつあってあの、まあ、ここなんだろうなというふうに見えてきましたね。つまり問題があってまあ「心理社会モデル」ってこういうのを言うんですけど。 こういう社会無的な問題とか心理的な問題があってストレスが広がって今の症状が出てるとだからこの問題はどう解決していくのかこの問題がよりリアルで具体的で個別的でそれをどういうふうにこうやっていくのかってことですよねそのための ai の使い方何なのか youtube での情報発信は何なのかってことなんだと思いますねはい、えー、ちょっと長々と喋りましたけどあの、えー まあ、ちょっと皆さんとねあの認識を共有したいなと思って今回動画を撮りました。はいえー、ということで今回の、まあ、宿題ですね宿題は AI カウンセラーというか AI にどういう問いを,を、えー、考え一緒に AI にどういう問いをすべきなのかそしてどういう学びを一緒にすべきなのか AI を通じて学ぶべきなのかをちょっと。 皆さんに考えてもらいたいいたなと思いますで例えばねあの生きる喜びが今わかんないなってことだったら生きる喜びはどういうものかを聞くとか。 そうすると、えー、どういうもんですかと AI に聞いてもらったりとかじゃあ昔の人日本人の代表的な思,思想家はどんなことを言いましたかとか女性の思想家はどう思いましたかとか後に後世にどんな批判をされましたかとかね、えー、あとは私が今抱えている問題を整理してくださいとか私が生い立ちを老いたちを今からねあの 自分の生い立ちをあの整理したいんですけれども自分一人じゃできないのであなたがサポート役にしてくださいとかねそういう問いをするとかまあいろんな問いがあると思うんですけども、えー、あのまあ生い立ちの話をするとねちょっとよくなかったですね生い立ちとかは入れない個人情報はあんまりできるだけ入れない方がいいんであれですけどまあでもそういうことですよ。 あのそういうことっていうかね生い立ちを整理するための質問票を作ってくださいとかね AI に頼むとかもあると思いますだからカウンセリングでの問いとかカウンセリングで行われる地獄巡りを、えー、どういうふうに、えー、AI 上で再現するのかを皆さんのアイデアを教えてもらえたら、えー、いいかなと思いますはいでは以上でこの動画がありますもしこの動画を見てよいと思ってくれた方はグッドボタンをチャンネル登録とシェアの方よろしくお願いしますではまた